かつて魔王オロチは時空を歪めて英雄たちを集めた。だが英雄たちは魔王、幼者、そして絶対の破壊神を打ち、元の日常へと帰っていった。全てを忘れて。なかなか見応えのある物語だったな。例のものを。は、父上。彼らの絆を再び結び合わせれば、新たなる世界が生まれるだろう。この腕輪があれば、それもたやすい。あれさえあればきっと。ペルセウス、妙な感覚だ。そういえば、今は曖昧な感覚の話より任務が最優先では。うん、新入りの言う通りだ。先を急ごう。ここまで味方に一度も会わなかった。戦った。どう考えてもおかしいな。うん、まずは様子を探ろう。油断せず進軍すべし。あ、人がいる。すみません。武器を抜けるってことは敵ですか？戦うしかないですよね。羽柴軍が見当たらない。一体何が起きているんだ。強い。てめえらでもかなわねえよ。強き主か。ちぎり、部活に突っ込むな。言われなくても分かっています。はっ、奥義。お前たち、押し通る。足場軍ではないだろう。どこの軍のものだ。まだ届けるか。あっちの世界の連中め。あっちの世界。俺の負けだ。本当に小牧山、戦場の空気が見える。どこにいるんだろう。なんか変な感じです。他の軍にはなかなかの将が揃っているようだ。そう
ですね。あ、もしかして羽柴の同盟軍でしょうか。落ち着いてください、母上。それにしては様子が変です。おやおや、騒がしいと思ったら見慣れぬ顔ぶれですな。この方、例の連中の仲間だ。父上の手を煩わせるまでもない。あ、敵の偉い人たちが出てきたみたいです。何か教えてくれるかも。道に迷ってしまいました。ここはどこなんですか。この世界に来たばかり。押し通る。敵の言うことを鵜呑みにはできない。悪いな、排除させてもらうぞ。マイス、あっち、これにあり。セラス、セイセイセイ。これぞ無双。この勝負、次に預けるぞ。ほう、ただの雑魚ではなさそうだな。この力を存分に震えるかもしれん。ただならぬ、あれが敵の総大将でしょう。そのようだな、気を緩めるなよ、神人。ここまでですぞ。これより先へは行かせませぬ。この場所やお前たちについて教えてくれ。それでも立ち塞がるな。戦わざるを得ない。おや、何もご存じないとおっしゃいますか。いやいや、敵の言うことなど信じられませぬな。と戦え。マイス、なみなみならぬ気迫や。マイス、相手にとって不足なし。本田平八郎忠勝がお相手いたす。マイス、マイス、マイス、やはりただの雑魚ではないようだな。そなたこそ敵ながら見事。今のと戦う顔か、どこかで。忠勝さんとここ、隣の人がいるなんて。あ、私なんかが偉そうに分析しちゃってすみません。どうやら俺を本気にさせたいようだ。
しはやるようだな。尋常ならざる力よ。一旦引くぞ。奴は追ってきていないようですね。あの凄まじい力は一体、とても常人とは思えません。見たことがない建物や不思議な服装の敵も気になります。私たちどこに迷い込んでしまったんでしょう。それを判断するには材料が少なすぎる。十分に注意を払いつつ周囲の状況を探らん。それにしてもあの男どこかで。この先何が起こるかわからん。そんな状況であればこそ己が武器を確かめ備えておくべきやもしれんな。本田忠勝、井伊直虎、井伊直政、彼らは羽柴軍と戦うべく小牧山に向かう途中、濃霧に包まれる。霧が晴れるとそこは見知らぬ世界だった。困惑する徳川の精鋭たち、そこに中国の三国時代の鬼神呂布が現れ襲いかかる。なんとか呂布を退けたが、彼らの疑念は増すばかりであった。ここはどこなのか、主や他の将の行方は、そしてあの呂布という男の凄まじい力の正体とは。答えも出ぬまま彼らは新たな敵と遭遇する。戦の準備を進めているようですね。あの旗印、見覚えのない軍勢です。嫌な予感をしますが、どうします？黙って見ていたところで状況は変わらぬ。十分に注意しつつ接触を図るしかなかろう。わかりました。早速近くの方に声をかけてみますね。このことを伝えよ。我らは義軍を食い止める。かかれ。先ほどとは違う軍勢の弱い。またもや敵とみなされてしまったか。恐らく今のは先遣隊、直に本隊で来るはず。なら敵の大将に直接話を聞くとしましょう。彼らに話は通じないようです。もっと上の者と会わなければ。
なんだ、使ったな、死人類。だが、感心している場合ではない。進もう。マイトラ、マイトラ、マイトラ、この武器どうした、新入り。どうやら他の使い方もできそうだ。龍が槍にかけ、来たれ水流。すごいです、もうその武器を使いこなしているんですね。者ども、突撃せよ。規制を上げて攻めかかるのだ。強者とまみえるは誉れ。来い、私の知力が破れようとは。ごめんなさい、相手が悪すぎたから。レンレン、前方に義軍が現れたとのこと。義軍が、予想よりも早いな。さすがは義の先輩、侮れません。私たちもすぐに出陣の準備。マイ、義の先兵だな。思ったより少ない。油断はしない。ちょっと偉い人みたいですけど、やっぱり話を聞いてくれる雰囲気じゃないです。義軍の迎撃に向かう途中、妙な霧に包まれたと思った。彼らと遭遇しました。ですが、義の撹乱部隊にしてはどうも様子が変です。様のもとへは行かせぬ。堂々たる異常札。
戦わず殿と互角か。それ以上観察している場合ではない。我らはその孫権殿に用がある。よし通るぞ。聞きながら見事ですね。ですが義にあんな将がいたでしょうか。あなたがこの軍の指揮を取っている方ですか。彼らは敵ではない。即刻矛を収め話を聞いてもらえぬか。その言葉信じるとだけ。もうよい。そのものだ。確かに義軍には見える。話を聞こう。私は孫忠謀、孫家の長として皆を率いている。葬儀が進行してきたとの報を受け迎撃に出たところ、妙な霧に包まれてな。ようやく晴れたと思ったらお前たちがいたのだ。妙な霧、我らも同じだ。小牧に参陣する途中霧で道を見失い、気づけば見たこともない敵に取り囲まれていた。しかし孫忠謀、孫権だと。それに孫権、孫権、あなたの話が本当だとすれば、俺たちは生きる時代も場所も違うはずだ。
それは妙だな。どういうことでしょう。異なる時代場所の人間が同じ場所に集うなど本来ありえません。しかし今それが起こっている。私たちは妙な事態に巻き込まれたようですね。だが原因も事情も全く見えぬ。まさに霧の中をさまようがごとくだ。話も聞かず戦いを仕掛けておいてすまぬ。これよりは協力して事態の解明に当たらぬか。願ってもない申し出だ。よろしく頼む、孫賢殿。行く白煙、全力で戦いましょう。孫中坊、この貞昌炎、愛しき風景を胸に描き。戦うことでしか守れないものがあるなら、この主義法こそが時代を照らす炎だ。偵察に出していた兵が戻った。この先で村が襲われているらしい。なんと、一体誰がそのような真似を。トウタク、かつて我々の世界で欲望のままに生き、残酷に人々を踏みにじった暴君です。トウタクは民を巻き込むのも気にせず、村で略奪を働いている様子。急いで止めなくては。ならば同行させてもらいたい。暴君が相手とあらば、拙者の部が何かの役に立つこともあろう。ああ、忠勝が来てくれるならば心強い。だが、妙だな。以前にもこうして共に戦ったような気が。どうも初めて会った気がせぬな。奇妙なものよ。先ほどの妙な武器使えば人知を超えた力を発揮できるようですね。この先の戦いでも役立つかもしれません。そうですね、ナウマさん。他にもいろいろな武器が手に入ったし、確認してきちんと備えておかないと。戦いはどんどん激しくなってきてますね。その分仲間も増えてるのはありがたいですが。ああ、そうだな。今後に備えるためにも皆の様子に気を配り、それぞれの力を伸ばしていきたいものだ。ナオトラ殿、共に力を尽くしましょう。はい、頑張ります。ナオトラ殿、あなたが一緒で嬉しいわ。うん、私もです、ネイシさん。この主義法こそが時代を照らす炎だ。本田忠勝ら徳川の精鋭と三国時代の雄五軍が激突。激闘の中で彼らは分かり合い、協力体制を取ることとなる。これは両軍にとって渡りに船であった。突然現れた不思議な武器、両方の凄まじい力。
この世界の謎はあまりにも多く不可解であった。両陣営は現状を鑑み、味方は多い方がいいと判断したのである。そんな中、ボーンの偵察部隊が情報を得て戻ってくる。ボー君、トータ君がとある村で暴れているという。徳川と呉の連合軍は民を救うべく村へと急行した。どのような事情があるかは知らぬが、民を傷つけ略奪を働くとは許せぬ。急ぎ董卓を倒し民を救うのだ。皆進め、董卓を倒し民を救うのだ。行きます。民の中にも戦っている者がいるか。あっぱれな心意気を死なせてはならぬ。行きます。董卓様の命令だ。食料を根こそぎ奪ってやれ。反乱軍に協力する民は飢え死にだ。師匠に書かれた通りの暴君のようだ。ああ、民を敷いたのは父肉林にふける悪逆非道な男だ。助けてくれ。奴ら俺たちから食料を奪う気だ。ここまでよく耐えてくれたのね。いかがですか。私たちが必ず守るから安心して。しかし、先ほど敵兵が言っていた反乱軍とは一体。いかがですか。無念の闘志を見せてやる。燃え上がれ。レイナ、これの負けだ。ありがとう、助かった。もう大丈夫です。安全なところへ避難してください。うん、見事だ。その調子で奮戦せよ。
策を使う余裕もないか。命拾いしました。ありがとうございます。神ごときに何を手間取っておる。わしがさっさと片付けてくれるわ。トウタクの本体が民。ここからでは間に合わん。金継ぐ殿、民が襲われているぞ。我らの前で何という暴挙を。ああ、バチョウ、椅子のつばけには行くまい。意と愛の正たる我らが救わねば。さあ、銀兵殿も。え、あ、はい、力いっぱい頑張ります。金馬町、意と愛にあふれた勇士だな。金継ぐ殿こそ正義を貫く男。その気概は何者にも破れぬだろう。やるぞ、闘志を見せてやる。俺たちで。はい、やめろ。熱いお二人ですね。度が過ぎる気もしますが。燃え上がれ烈火両戦団。やるなら今だ。敵将撃ち取った。戻って策の練り直しだ。わしは帰るぞ。信長め、面倒なことをさせおって。お待たせよ信長と聞こえた。なぜ董卓がその名を。頼もしき同志を得て私は幸せだ。本当にありがとうございます。助かりました。無事で何よりです。ここは我々に任せてください。よし、お任せを。民を救うことができたな。あとは敵の残党を追い払うだけだ。トータックはもういない。また悪さをして帰ったんだ。早く探そうの。マロは帰って決まりなしたいの。みんな、トータクを探して。邪魔する人は徹底的に痛めつけるの。空手だぜ。まさか民を追撃するつもりか。城内に乗り込もう。敵の援軍を断つにはそれしかない。待っているのね。困ったわ。では門番に部位を示しましょう。彼らの戦意をくじき門を開けさせるのです。よくぞ董卓を追い払ってくれた。敵の敵は味方、そう思ってよいのか。敵味方の問題ではない。その自身に共感したのだ。これより我らは同志、共に海の輩を打ち払おう。董卓殿はどこに行ったの。まさか受け回りかの。残っているのは配下の兵だけで、本当自分本位な男。この借りはいつか返すぞ。みんなヒルキってわけじゃないのね。なんだか安心したかも。
闘志を見せてやる。残党だな。民の安寧のため、そこから出て行ってもらう。もしかして、東卓殿はもういないのかも。そのようで、なら、あの人のため、私たちがここを地獄にしてしまいましょう。好きだらけですよ。
ったの。トチケ殿に怒られてしまうの。あの人が怒るかしら。この状況きっと喜ぶわよ。トータク、そして奴の裏にいる信長という男、一体何を考えている。我らの疑心を一つにしたことで麦の輩を打ち払えたな。それにしても忠勝殿、あなたもここに来ていたのか。孫権殿もこの世界では初めてお会いしますね。この世界、お前たち何か知っているのか。我らは霧に迷い、気づけばこの妙な場所にいた。事情がわかるのであれば教えてもらいたい。この世界に来たばかりということか。ならば劉備殿と謙信殿のもとへ案内しよう。二人は盟を結び、この世界で信長と戦っている。俺たちはその下で力を尽くしているのだ。信長か。トータクもその名を口にしていたな。わかった、すまぬが案内を頼みたい。この馬毛騎、何者にも屈しはせんぞ。軍神の娘、丹銀平、非力ですが頑張ります。義天下に示さん。よくぞ来てくれた。孫悟の皆には改めて名乗る必要もなかろうが、私は劉玄徳。謙信殿と盟を結び、信長に対抗する軍を率いている。劉備が人心は信ずるに値する。かの魔王との闘争には必要な存在よ。とはいえ俺たちはあちらに比べれば大した戦力も持っていない。世では反乱軍などと呼ばれていますがね。待ってください、あなた方はなぜ信長公と戦っているのですか。それにこの世界は一体。私たちも正直多くは分かっておらぬ。だが知っていることは全て話そう。この奇妙な世界には時や場所を超え様々な人間が迷い込んでくる。何故このようなことになったのか、どうすれば元の世界へ戻れるのか、力を尽くしてはいるものの未だ解き明かせておらぬ。そんなある日、突然織田信長が兵を率い周囲の領地へ侵攻を開始した。この世界に覇を唱える、それができるだけの力を手にしたのだと。信長は瞬く間に周囲の将を従えていった。奇妙な力であらゆる敵をねじ伏せながら。だがこのような強引なやり方を見過ごせるはずもない。私と謙信殿、そして信玄殿は信長に対抗すべく盟を結んだ。信長の真意を確かめるため、そしてかの者が得た力の正体を暴くため。とはいえ織田軍はあまりにも盛況。正直なところもっと戦力が必要だ。よければ我らに力を貸してくれぬか。先の織田軍のやり方を見て疑問を抱いたのは我らも同じ。それにこの世界の謎と
元の世界に戻る方法を探らねばならぬ。ここは手を結ぶのが得策かもしれぬな。新たなる盟友を得られし幸運、天に感謝せん。劉備様、謙信様、大変です。武田領が織田軍の侵攻を受けました。敵陣には信長と盟を結ぶ北条氏康、今川義元の姿もある模様。信玄公のもとには雪村たちもいる。とはいえそれだけの大軍相手では長くは持つまい。その通りです。どうか急ぎ救援を。わかった、すぐに向かおう。いざ劉玄徳覇者検証。王硬直。気づけば手元の武器が増えてきたな。より良い武器をしつらえればさらに戦果を上げられるだろう。劉玄徳、真の三国無双を名乗らせてもらう。よし、成功したな。よし、会心の結果だ。え、私が真のさ、うまくいったみたい。
いざ竜玄徳大使を掲げすまん。いざ共に敵陣に切り込むぞ。軍神の娘丹銀兵、非力ですが頑張ります。核のごとき危うき状況、皆一刻も早く脱せればよいが。そうだな、だが私は悲観してはいない。剣心殿が盟友としてそばにいるからな。剣心殿は義に戻ることはない。共に大義のもと信じて戦える御仁だ。誠に頼もしい限り。剣心も同じ。徳子ならず必ず隣ありということか。この縁大事にしたいものだな。今は味方も増え勢力も増しているが、我ら二人一層協力して皆のため、そして巻き込まれた民のため邁進しようぜ。ひいてはそれがこの謎に満ちた乱の解決にもつながろう。やはり鮮やかだな。どうしました？俺の顔に何かついていますか？直政殿の鎧は素晴らしいと思ってな。しかしなぜ全身を赤で固めているのだ？目立たせるために着ているんですよ。戦場に井伊家がいることを知らしめる。それでおじけづく敵も出てくるんです。なるほど。俺はその赤を見ると燃えてくる。味方にとっては勇気の、敵にとっては恐怖の色なのだな。あのお言葉ですが、金馬城殿の格好もなかなかのものだと思いますよ。俺の赤以上に目立っています。それでは敵の格好の的です。ですからあまり突出されない方がいいかと。俺の身を心配してくれるとはありがたい。ならば共に突き進もう。鮮やかな二人が並べば敵の目もくらむかもしれぬ。何なんですかその作戦は。何者かによって作り上げられた異世界。この地において徳川、呉、上杉、蜀の面々が手を結ぶ。彼らは反乱軍を結成し、強大な敵と対峙しようとしていた。戦国の魔王織田信長、彼は北条や今川などの軍友と手を組み、勢力を拡大。次の標的を劉備らと協力関係を結んでいた武田に定める。武田は真田兄弟を中心として織田軍の猛攻を食い止めていた。信長の野心を阻むため反乱軍は武田救援に向かう。武田軍はかなり押されているな。前線で雪村が何とか食い止めているようだが、このままでは危険だ。我らはまだ状況もつかみきれておらぬ。信玄殿に軍略を仰ぎながら対処しよう。雪村、お前をこんなところで散らせはせぬ。
待っていてくれ。援軍とはありがたいね。早速で悪いけど別動隊として北上してくれんか。さすれば敵の横っ腹をつけよ。雪村は前線で頑張っているうちに頼んだよ。まあ敵も無策じゃなかろう。伏兵の匂いもプンプンするしね。じゃが大軍を破るには賭けも必要じゃ。信行たち気をつけて行くんじゃよ。速やかに進まねば。行くぞ。ここで雪村を失うわけないがねんだ。強残何を考えるのかわからない個人。頑張ります。信長は強い力を持ち忠実な部下もいるんだ。あの調子じゃ信奉者以外についていけない。敵将、討ち勝った。対抗勢力が現れた以上ここにいるのは危険だな。雪村、感服いたします。何くらつく救援に参った。雪村、どうしたらお前を国の輩に撃たせはせぬぞ。おお、兼次殿、まさかこのような形で再会を果たすとは。暑苦しい人が来た。でも、なんかほっとしたにゃ。宿敵、共に闘争の美酒に弱む。虎と竜が一緒に戦うことになろうとはね。これ、初めてじゃったっけ。相手にとって不足なし。打ち破り突破せよ。あんたたちに恨みはないけど、こっちも引くわけにはいかないのよ。お前、はあ、見事なご活躍です。おいで、まだ遊んでよう。なんという武勇。行こう。
このまま敵軍の脇腹を突く。さては策を承知で飛び込んできたが、なかなか思い切ったことをする。反乱軍とやらの財布と結束は侮りがらし。これ将来的に勝ち目がありそうなのか。伏兵もやっつけたかね。じゃあ総攻撃と参ろうか。腹は決まった。俺たちは今から武田につけ。角度、これはどういうことです。悪いね、光秀殿。俺は勝ち目のない戦いはしない主義なんだ。裏切りなどもってのほか。角度、互角。信長の勢力拡大には何か意図があるかもしれない。だがそのやり方は苛烈すぎる。たとえ異界であろう、私は信じる道を行きたい。皆が互いを尊重し信じ合う、そんな世にしたい。にゃー、すごいすごい。なんとかしてみせる。さあ来やがれ。お前なんざひとひねりだ。全力玉置き参上。必殺メイラ戦却。はこれは過分か。こっちに来た以上、あんたらのため精いっぱい働かせてもらうよ。今すぐあなたを信用することはできない。だが力は借りた方が良さそう。話が早くて助かるよ。それじゃ今後ともよろしく。カズの野郎、裏切りやがったか。いや、織田の連中を助けねえとまずい。はぁ、弟よ、どこへ行くのかの。もしかして蹴鞠かの。マラも行くの。信長様に挑む資格があるかどうか、あなた方の力と信念試させてもらいます。信長様、申し訳ございません。信長は仲間ではなかったのか。なぜ裏切った。乱世は打算で渡るもの。状況見て願えるのは当然のことだろう。異世界の地獄、一緒に楽しみましょう。よろしくお願いしますね。一緒に頑張りましょう。よろしく。素直に歓迎してくれるのはあんただけだ。雪村、感服いたします。暗示が暴走、天も読みせぬ。Ha ha!
急ぎ雪村を救わねば。行くぞ。真の三国無双ってあんたのことか。蹴鞠の心は魔の心。受けてみよい。出してくんなら獅子が牙を剥くぜ。俺の腕見せてやる。来ませ相手となる。必殺人が持つべきものではない。ならば力ずくで奪うがよい。あなたは。私はペルセウス。奴の持つ腕輪を取り戻しに来た。信長、お前はなぜ戦っている。英雄なき力に従えるはずもない。よい劉備、この信長にその怒り力をぶつけ。これが両の力か。今は引くしかないな。私が行く。行くぞ。ライガーレンダム頑張ります。トーン見ていて。全力あの者、世の事情を
知るか。いつか吐かせてみせようぞ。信長、逃げられてしまったか。おかげで助かったよ。いや、救援がなかったら危ないところだったね。それにしても、信長のあの妙な力は一体。なんか蛇みたいな変な腕輪をつけてましたよね。蛇、人ならざる強大な力、そして時も場所も超えて集った英雄たち。どうも嫌な感じがするね。思い過ごしならいいんだが。ひとまずあの力の謎を探ってみたいね。このままじゃ何度挑んだところでやられちゃうよ。あの腕輪を狙っていた者、ペルセウス殿でしたか。彼は何か知っているのでしょうか。ふん、可能性はあるが、話を聞いてみたいところだが、残念ながら行方の手がかりすらない。腕輪を狙っているのなら、信長を探るうちいずれ道も交わるはず。今はできることから始めよう。貫き通すは我が信念。お仕事お仕事。さて行くかね。この手で守ってみせる。乱世は打算で渡るもの。過分か登場。姉上より褒あり。織田軍の急襲を受けたらしい。急ぎ援軍を出さねばまずそうだ。なんと御前、そして影勝様がいらっしゃるのは上杉領の前線基地。我らが武田領を救援する間に攻撃を受けるとは。ならば急ぎ向かいましょう。この雪村、今こそ救われた恩をお返しいたします。私も行こう。剣心殿には世話になっている。家族の危機とあらば力になりたい。おお、なんと心強い。頼みにしているぞ二人とも。仲間が増え、ここも随分にぎわってきた。もっといろいろ整備して皆が過ごしやすいようにしたいものだな。ああ、いい考えだ。きっと仲間たちの闘志も高まるだろう。乱世は打算で渡るもの。過分か登場。お仕事お仕事。貫き通すは我が信念。さて行くかね。剣徳、大志を掲げすまん。いざ、共に敵陣に切り込むぞ。
我こそが天下無双の強者なり。うまくいったか。無双の具、うん、いい感じじゃね。反乱軍の猛攻を受け、織田軍は撤退。武田は九死に一生を得る。だが、謎も混迷も深まる一方だった。織田信長が得た凄まじい力、ペルセウスと名乗った信長を追う青年、そして時折よぎる知らぬはずの記憶。反乱軍の面々は思い思いに考えを巡らす。だが彼らに立ち止まっているいとまはなかった。前線騎士を守る綾御前と上杉景勝から救援要請が届いたのである。敵の数これほどと。織田軍には我らを攻めながらもこれだけの兵を割く余力があるのですね。だがひるむわけにはいかぬ。我らの義と愛をもって御前と景勝様を救い出すのだ。敵の数が尋常ではない。急がねば影勝様たちが危うい。王勢影勝様、しばしお待ちを。この金継ぐが直ちにお救いいたします。本陣の防衛は我らが引き受けよう。南の敵は本陣、北の敵は城に向かっている。敵の動きを見極めつつ進んでくれ。
燃やし尽くせ。本気だよ。気概を感じる。ただの賊ではないようだ。これ以上は行かせん。邪魔をするな。オゼンと影勝様は私の手でお救いする。加熱雪村救援。来てくれたようです、影勝。あと少し耐え抜きましょう。まとめてポイント。しても守りきるぞ。敵の増援にも注意せよ。見事だ。その調子で奮戦せよ。これが叶う相手じゃねえか。白人艦フニの輩は打ち払った。直江兼次、今こそお二人の身元へ参る。救援感謝します。共に敵を押し返しましょう。遅れずについてきてくださいよ。よし、影勝がまだ戦っている。さあ救援に向かいますよ。ありがたい。ここは通さぬ。道を開けよ。恩ある影勝様を失うことはできぬ。カネツミ、あなたの義と愛、この異界でも変わらぬようですね。御前、お褒めに預かり光栄です。窮地は脱しました。次はこちらがお返しをすれば。勝負の気分示さん。数では勝っていたが爪が甘かったから拙者自ら当たるのみ。敵将打ち取ったり。その勇気、アヤの心にも響きましたよ。加熱感謝する。何をおっしゃいます。影勝様をお守りすることがこの加熱具の務め。白咳、そして高潔な空気。ああ、まるで可愛い剣士のよう。拙者の部で眼前の敵を蹴散らさん。かなりの武人とお見受けした。いざお手合わせを。願ってもないお言葉。真田幸村、いざ参る。正々堂々とした姿勢、敵ながらあっぱれだ。義と愛の勇士、直江兼次がお相手しよう。なかなか熱い御仁のようだな。だが拙者も引けぬ。参る。まだまだ未熟だったか。遅くなってすまない。徐光殿、
あとは俺たちに任せてくれ。大指示殿、すまない。頼んだぞ。上皇殿を追い詰めたとは、敵の影響を侮れない。敵の大将が出てきたようですね。愛で諭してあげましょう。大詩人、この世界よし、私が話をしてみよう。金継ぎ、元帥になる本陣の防衛に回ってくれ。承知した。次の役は一匹たりとも近づけ。はい、孫権という方はよく戦況を見ていますね。見習わなければなりませんよ、近野君。はっ、やっぱり雪村、お前こそ誠の義士だ。雪村こそ天下無双の義士だ。奴ら賊軍が束になってもお前にはかなわぬ。敵はまた城を狙ってくるでしょう。みんな愛を持って当たりなさい。所詮敵は小勢だ、城を落としてしまえ。またうろたえ者が現れましたね。しつけてあげましょう。敵の城攻めはまだ続く。油断できぬ。あの程度の数で城は守れない。さっさと制圧するぞ。遅れは取らぬ。知略に挑もうとは無謀だな。我が部に挑め。まとめてポイント。私が負けただと。私は幸せだ。上皇殿を破るとは相当な腕前だった。今の大使氏も久々に本気になれそうだ。燃やし尽くせ。私の知略が破れようと思う。無理はするな。大使人、私だ。
孫権殿が敵の大将だったとは。ならば負けても致し方あるまい。おかげで助かりました。皆の義と愛に感謝します。礼を言う。いえ、お二人がご無事で何より。謙信公もさぞお喜びになりましょう。孫権殿、先ほどは申し訳ありませんでした。俺と徐光殿はこの妙な世界をさまようところを信長殿に救われたのです。どうしてもその恩義に報いねばならず。良いのだ太子、それにジョコ、お前たちさえ良ければ我が軍に来ないか。拙者らは敗軍の将、勝者に従うべきとは存ずるが、良いのでござるか。もちろんです。お二人は素晴らしき者の父、味方となればこれほど嬉しいことはありません。ありがたきお言葉、感謝する。これからは孫権殿たちと共に武を振るおう。世に愛を。真偽は違えぬ。いざ徐光明、ひたすら武の道を極めん。それにしても信長の力の秘密なんてどう探ればいいんだ。まあ直接聞いたところで答えてはくれないでしょう。何より今の俺たちではあの力に対抗できません。なら同盟相手と接触するのはどうかな。俺が見た限り妙な力を持つのは信長だけだ。同盟といっても実際は負けで仕方なしに従っている者が大半でね。彼らを下して情報が得られればよし、ダメでも信長の戦力を大きく削れる。でもそううまくいくでしょうか。北条氏康、今川義元、董卓、そして袁紹、信長に組みする者は強敵揃いであろう。俺に一ついい手がある。この前まで織田軍にいたんでね、少しぐらいなら内情にも通じてるんだ。もし任せてくれるなら、義元殿を必ずここへ連れて戻ってくると約束しよう。分かった、タク、お前に任せよう。主膳、直政、それに直虎殿、すまぬが助力を頼む。世に愛を。ジョコ、アヤが見ていますよ。
綾の慈しみこそ天下無双。我こそ天下無双なり。拙者こそ真の三国無双なり。これも愛ゆえですね。成功したか。うまくいったようでござる。最善の結果だな。こんにちは、ジョコ。これは綾殿、いかがなされた。ジョコがひたすら頂きを目指し武に精進する様子、一切の利欲を排し厳粛に国旗する姿、可愛い剣心に少し似ていますね。さようでござるか。光栄に存ずる。なれど拙者、剣心殿の人となりをよく知らず、似ていると言われても頭巾ぐらいでござろうか。それでよいのです。何事も始めは真似事から。やがてあなたは。拙者別に剣心殿を真似ようとは。隠さなくてもよいのですよ。ではジョコ、今後ともよろしく。つかみどころのないご婦人でござるな。反乱軍の迅速な救援により綾御前と上杉景勝は救われた。だが彼らに安堵の表情はない。自軍と織田軍との圧倒的な戦力差を見せつけられたからである。織田軍を止めるには信長の力の解明が必要。そう判断した反乱軍は織田の同盟相手の切り崩しを図る。第一目標は核の助言により今川義元に決まった。反乱軍は早速今川攻略に乗り出す。今川領には義元と同じく信長と手を結んでいる袁紹と董卓がいた。個性の強い君主が一堂に会した戦場に波乱の予感が漂う。敵には袁紹、それに董卓もいるみたいだな。こちらの動きを知って守りを固めたのか。まった、言っとくが俺が情報を流したわけじゃない。信長を攻めあぐねて義元殿を狙う、その程度読まれていてもおかしくはないね。むしろ思い通りにことが運んでよかった。なんでも。さて、3人にはそれぞれ頼みがある。まず直政殿は義元殿と蹴鞠を楽しんでくれ。蹴鞠。修善殿は袁紹殿になるべく近づいてもらいたい。ただし手出しは無用に願う。直虎殿は、まあひとまず俺の近くにいてもらおうか。ん？待ってくれ、指示はそれだけなのか。あとは状況を見ておいおいさよ。今は信じて任せてもらえるとありがたいんだがね。わかりました。直政殿。角殿の考えは読めませんが、俺たちに他の手があるわけでもありません。何より名士の劉備殿が角殿を信じています。ここは策に従い戦うのが最善かと。話が早くて助かるよ。それではおのおの方よろしく頼む。
吉本殿、炎章殿、東卓殿、三人の将はがっちり同情しろ。やはり正攻法では崩せそうにないのに。みな、手はず通りに頼む。吉本公と蹴鞠をせよ。角度の真つかみかん。しかし古の名将の策、信じるしかあるまい。やるからには最善を尽くす。奮闘ですよ。炎章に近づけ。だが手出しはするのか。全然燃えない策だ。大体角殿の言葉を信じていいのか。今度は俺たちが裏切られる番だ。戦の要は軍師の格さん、それに主膳さんと直政ですね。その通り。一人でも賭けたら策はならない。全軍頑張って護衛してくれ。ここぞ。に誘うか。立派立派。痛い。ここで待機。吉本こう。決まりましょう。もう本当に決まり相手が現れたの。しかも誘ってくれたの。嬉しすぎるの。吉本殿への工作、ご苦労様。さあさあ、お次は印象殿の方を頼む。どうやら作戦は順調なようだ。んじゃ、俺はこの辺で失礼するよ。城に近づく者は全て打ち果たせ。はめられたか。角殿はこんなこと一言も。その首おらん行け。いざ。不平とはやるの。炎章は名族の中の名族なのじゃ。だが、根族たる私が活躍すればするほど、トータクが笑うことになる。皮肉なものよ。虫キャラどもは、炎章と吉本にかかりおるか。わしはただ見物していればよさそうじゃな。トータク様、私は嫌な予感がいたします。そうか、俺はいい予感がしてるぜ。渓谷の美女、日の本一の色男に落ちるようだ。お見事です。俺も続きます。熱い救援感謝するぞ。しかし、角殿はこの伏兵を知っていたのか。
将の砦に到着したさ。ここで待っていればいいんだな。なぜ奴らは砦に攻め入ってこない。まさか董卓に加担する私を無言で攻めているのか。なぜ袁紹も吉本も動かん。もしや奴らは内通しているのか。そうならばわしは袋のネズミじゃ。開門せい。急ぎ撤退するぞ。開門。それではお味方が窮地に。よし、門は開いたね。計画通りだ。これは利関係じゃね。いいもの見せてもらったよ。今こそ宇宙薫陶ですよ。どうなっておる。城はすっかり包囲されているではないか。城攻めは得意なんでね。さて董卓殿をおとなしくしてもらおう。城内は大混乱なのじゃ。どうする明族。しかと見よ。ひげを引っ張るなというに。こうなったら打って出るまで。おっ、ジョーちゃんがまずいようだな。仕方ねえ、助けに行くか。体勢は決しました。吉本、どうか降伏を。打ち滅ぼしてくれるわ。逃げられたよ。ここで捕らえておきたかったね。よくやったな。その調子だ。城の守備があっけなく崩壊した。角度も読みが的中したということか。真の三国武装ってあんたのことか。たくさん援軍を連れてきてくれたんですね。いきなりいなくなったので私その敵に寝返った。そう思ったのかな。なお虎殿は顔が赤くなるから分かりません。そんな恥ずかしいでしょ。縁本書に立てつくとこの知れ者め。覚悟はとうにできておる。ファイレ、このような恥辱を受けようとは董卓や信長に手を貸したがために。あっぱれなもののふよの。その活躍なくば策はならなかった。まだ散るべき時ではないのじゃ。真にしてこれを放す。二関係の神髄堪能させてもらっちゃったよ。あの三人が親しいかは微妙だが、喜んでもらって何よりだ。
心は魔の心。受けてみられ。先ほどの姿は幻か。修繕殿、直政殿、いい働きだったね。よくぞ務めを果たしてくれた。各殿、疑ってすみませんでした。あなたの策は的確だった。ええ、最善の手でした。おや、母上、それは。さっき草むらに落ちていたのを拾ったんです。信長様が持っていた腕輪に似ているような。蹴鞠に誘っておいて騙したのかの。嬉しかったのにひどいの。吉本殿、俺たちと一緒に来てくれれば直政殿がいくらでも蹴鞠の相手をしよう。悪いようにはしない。どうかな？な、嬉しいな。誰も一緒に蹴鞠をしてくれなくて寂しかったの。マロは皆と一緒に行くの。それと炎章殿、冥族の意向を保ちたいなら俺はこっちにつくことを勧めるね。信長は強引で多くの者の反発を買ってる。対して劉備殿のもとに集う将は皆一枚岩だ。このまま行けばいずれ互角に戦えるだろう。それなら名を汚さぬ方につくのが得策だと思うがね。確かに信長のやり方には私も思うところがある。よかろう。これよりはこの炎本所が反乱軍に力を貸してやろうではないか。ホム、ならばわらわも冥族についていくぞ。なら俺もジョーちゃんについてくぜ。正直力でねじ伏せる信長のやり方は気に食わなかったんでね。すごい。角殿の策でこんなに味方が増えるなんて。今なら信長にも対抗できるんじゃないか。腕輪の妙な力がある限り難しいだろうな。信長が持ってるやつの他にもあるらしいが、それを探し出せば。あるいは、それってこれでしょうか。さっき拾ったんですけど。それはまさしく信長が持っていたあの腕輪ではないか。どれ、見せてみるがよい。何も起こらぬ。力の片鱗も感じられないね。偶然似てるだけの偽物か。それとも他に条件でもあるのか。旅に参るの。我が名は炎本所、冥族である。世界は不思議で美しいのじゃ。最下孫一、華麗に決めるぜ。面白そう。で、あなたご推薦の相棒って誰なの？あら、漁師さんじゃない。で、覚えてないか。お久しぶりに初めまして。また一緒に遊びましょう。
信長はまこと無礼なやつよ。腕輪がいくつあるのか、あの妙な力は何なのか。私の問いかけに対しても笑うばかりで一切答えぬ。ただ奴は宇治安の忍びに腕輪を探させていると聞いたような。風魔の旦那が確かに探し物をしてうろついてるのを見ましたぜ。熊姫とかと一緒でしたけど。おお、居場所を知っとんのかね。へい、ご案内します。それじゃあ頼んじゃおうかね。皆に声をかける間に逃げられちゃまずい。急いで向かうとしよう。ま、待て、これだけの数で戦いに挑むなど無謀な。うん、そういうことならちょいとだけお待ちよ。力を持て余してそうな味方がすぐそこにいるんで誘っときます。愛は不思議で美しいのじゃ。みやびに参るの。お前、姉族についてくるのだぞ。埼玉ご一、華麗に決めるぜ。無双の色男、ここに参上。色男は勝つってね。良き感じなのじゃ。炎章、世話になったのじゃ。新しくこの場所にておのおの心機一転頑張ろうぞ。いざ、さらばなのじゃ。ん？一体どこへ行くというのだ。そうもあっさり去るのはちと冷たいような気もするが。女の子って冷たいものなの。幻想を抱いてるようじゃモテないぞ、なのじゃ。なるほど、覚えたてのセリフを使いたかったというわけか。一体誰に教わったのだ。炎章は何もかもお見通しなのじゃ。わらわのことが何でも分かってしまうのか。当然であろう。名族は衆を束ね導くべき立場。お前の心を見通すことなど善意に等しい。それだけではないぞ。武芸は百般に通じ、知識は万象に通ず。そうでなくては名族とは言えぬのだ。すごいのじゃ。よし、わらわは名族にいろいろ教えてもらうことに決めたのじゃ。仕方がない。くれぐれも足だけは引っ張るでないぞ。よいな。
反乱軍は織田軍との戦いに勝利、今川義元と袁紹を味方に引き入れ、織田軍の切り崩しに成功する。そして彼らから重大な情報を聞き出す。織田信長はこの異界に散らばる腕輪を求めていた。彼はそのために同盟を組む北条の忍び風魔小太郎を各地に派遣、腕輪の行方を探らせているという。そんな中、風魔小太郎の目撃情報がもたらされる。信長の謎の力を解く手がかりをつかめるかもしれない。反乱軍は小太郎が目撃された地に急行した。というわけで到着。風魔の旦那はまだいるみたいっすね。いや、間に合ってよかった。アナイ大義、それと銀平殿、徐行殿、二人とも急に誘っちゃって悪かったね。いえ、いいんです。こういう時のために徐行殿に鍛錬してもらっていただけですから。いな、鍛えられたのは拙者の方でござる。銀平殿のおかげで随分腕力がつき申した。今回の戦にてそれを生かしてみせましょうぞ。鍛錬をちらっと覗いた限りでは二人の強さは本物ですぜ。ここは頼みにしちゃっていいかと。心強い味方が来てくれて助かるよ。風魔の忍びは一筋縄ではいかぬ相手。北条軍も氏康不在だからって気は抜けんしね。信長の秘密に迫るためにも各々力を尽くしてもらいたい。はい、力いっぱい頑張ります。この徐行名にお任せあれ。まったく、なぜ名族たるこの私が危険に身を投じるような真似をせねばならぬのだ。まあまあ、そうぼやかないで頑張りましょうって。それにしても風魔の旦那、今回は楽に尻尾をつかませてくれたにゃん。この運に乗っていい情報がつかめますように。氏康の真意、あの忍びに教えてもらおうかね。風魔の旦那をこっち見りゃいいんすね。やってんで。敵はただの患者か。この名族炎本書が出るまでもあるまい。どうしよう、炎章殿は動いてくれません。冥族に無理強いはできないね。けど炎章殿が果たして本気かどうか。風魔さんの腕輪を探してるんでしょ。私にもその情報を教えてほしいわ。あの者らも氏康の忍びを狙ってるようで、先に接触されるとちょっとまずいの。敵の敵は敵ってことですね。じゃああいつらも封印やっちまいます。あれ、新しい敵が。非力ですが頑張ります。やつらの相手はお任せあれ。拙者の部で撃退戦。そうよ、張り切ってらっしゃること。腕輪を狙う勢力の二つ、信長に教えている。風魔の旦那、また
よからぬことを考えてますな。ねえ、信長さんにしただけで大丈夫？意外ととんでもないことが起こっちゃうのに。何？とんでもないことって。私たち信長に協力したらまずいんじゃ。しっかりして、カイ。今はお父様を信じて進まなきゃ。あの新手、まがまがしい兵を連れておるの。わし戦の経験長いけど初めて見たよ。砕かれるのか砕かれるの、どっちが来るの？あの乱入してきた人たち、ユーマの旦那の親戚？あ、仕事。でも、不気味なところがそっくりだね。やるぞ、次は負けぬぞ。この人たち、すごく顔色が悪いみたい。どこか調子でも悪いのかな。なんだか疲れちゃった。バイバイ。今度はもっと楽しいことしましょう。なかなかやるな。拙者も遅れは取れぬ。異形の舞台が相手とは。だが相手が誰であろうと拙者の心は揺るがぬ。一番の問題は信長じゃな。あの男、一体何を考えておるのやら。まあ、信長は元の世界でも理解不能ですから。ちょうどいい。我が知略、試させてもらおうか。激しく行くぜ。
私が負けただと。本陣に宇治康の忍びはいないようじゃねえ。ってことはやっぱり罠にかかってくれて嬉しいぜ。ここからは加藤忠犬が相手だ。罠を抜くなんては忍び失格。とりあえずこいつは何とかしやすい。加藤派殿、お久しぶりでござる。なぜ貴公が北条軍に。俺は北条の姫様に救われたんだ。彼女は途方に暮れてた俺を家族同然に迎えてくれた。まあその恩ぐらいは返さないとな。天罰なのじゃ。敵ながら見事武をもって恩義に報い申したな。我に用があるのだ。そんなにたくさん呼んでないよ。これは一人一人倒すしかないかね。風魔の旦那、ここで分身の術ですか。じゃあ異世界忍術対決と参りますか。分身の術とは恐ろしき技よ。幻惑されずに実態を見極めねば。すごい。私も頑張って鍛えればできるようになるかな。腕輪とかあの女とか気になることはあるけど、今はコタロウを守らなきゃ。風魔さんは打たせない。私が相手を務めます。行くぜ。あらまあ、張り切ってらっしゃること。行くぜ頼りにさせてもらうぜ。任せよ。戦う勇気をください。行きな。激しく行くぜ。シージー破格がいい。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。行くぜ。俺の腕見せてやる。天下無双のかっこよさじゃねえ。行くぜ。行くぜ。ファラオに任せ。
残念でした。あらまあ、張り切ってらっしゃることは。知略に挑もうとは無謀だな。風と戯れ。逃げられるとまずいよ。早く追いついて倒さんとね。待て、冥族エル本社がいる限りここは誰も倒さんぞ。まさか、これは助かっちゃったね。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。ダリモン、冥族は伊達じゃないってことかにゃ。すごい、ここに敵が来るって分かってたんですね。これが炎章殿の努力。実にお見事。見事な活躍じゃったね、炎章殿。忍びの退路を塞いだのは策のうちかね。当然である。偶然、奴が私の前に現れたわけではない。あれ、この感じ、大丈夫かな。行くぜ。じゃあな。してもらおうかね。知ってること全部話してもらうよ。風は捉えられ、なんと逃げられちゃったかね。ま、戦果はあったし、よしとしようか。ああ、もうすっきりしない。何が正しくて何が間違いなのよ。お父様の道を信じて戦ってきた。でも負けてしまった。私は一体どうすれば。
さて、おことたちには知っていることを話してもらおうかね。って言っても大したことはわからないわ。小太郎は腕輪を探してること、親方様は信長の覚悟を認めてること、それぐらいよ。私たちはお父様を信じついてきました。でも、もし腕輪を使うと恐ろしいことが起こるのなら、これ以上織田軍の元で戦うことはできません。どうか私を連れて行ってください。お父様に真実を確かめるために。簡単にはうなずけないね。わしらと一緒にいれば氏康とも戦うことになるだろうし。承知の上です。それぐらいの覚悟を持って問わなければ、きっとお父様は何も答えてはくださらない。なら私も一緒に。正直、あの女の言葉気になって仕方ないんです。納得できない限り信長に協力なんかできない。俺もただ姫様への恩返しでいただけだしな。知ってる顔もいるし、そっちに受け入れてもらえると嬉しいんだが。皆の考えは分かった。ならば喜んで受け入れよう。こちらとしても戦力が増えるのは大歓迎じゃし。わあ、これからは皆さんと一緒に戦えるんですね。よろしくお願いします。そういえば、あの謎の軍勢は何だったのでござろう。信長とは別の勢力のようだったが。信長のことも解き明かせていないのに、また謎が増えちゃったね。いろいろ偵察はしてましたが、あんなのを見たのは今日が初めてですぜ。ん？初めてのはずだよね。見てて、乙女の心意気。みんなの力になりたい。輝く鎧武者、加工中堅。宝生殿、こんなところでいかがされた？あなたは劉備殿の城にいたはずでは。その城が信長の襲撃を受けたので、救援を求めに来たんです。なんと。俺はなんとか脱出しましたが、かなり危険な状況でしてね。すみませんが、急いで来てもらえませんか？ええ、もちろんです。ホム、聞こえたぞ。劉備が困っているのじゃな。わらわも共に行くのじゃ。あなたも。ま、戦力は多い方がいい。では行きましょうか。織田軍倍返しをしにね。
真の三国武将。私が天下無双？あたしこそ天下無双の愛され乙女。よし、うまくいった。成功したのね。よし、調子出てきた。見た目によらず怪力よね。ありがとうございます。でもお世辞を言ってくれなくてもいいんです。私自分が非力だって分かってますから。いや全然お世辞とかじゃないから。熊姫だの怪力だの言われちゃう私なんかより正直よっぽど。熊姫？カイ殿ってそんな風に呼ばれてるんですか？そう言ってくるやつもいなくもないかなぐらいの話で。すごいです、カイ殿。私の腕力を磨いてください。いや、つうかさ、あんたは可愛いんだから磨くなら腕力じゃなくてモテ力にしなさい。いい？モテ力を磨く。わかりました。そうすればカイ殿みたいにモテるんですね。あ、それはまあそういうことにしといてくれる？